こんにちは。マイナス1見てみましょうか。全部1だね。で、9はない。これはトラップというか、これとこれは連動するよねって言ってるようなもんか。で、ここは緑と赤が1個ずつ必要で、最終的に欲しいのが、長さ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、10か、なんか選択肢多いな。で、だけど、ここで赤が通れなくなるから、少なくとも先頭6個は緑色じゃないといけない。緑が6、あ、でも私赤だよ。あ、違う、逆か。赤ってやってあげて、あとは任意の色で4つって感じか。先頭赤6マスト。で、この意味深なこれは何？この赤1個。これが、この子が最初に掴む1個なんだろうな。それをやんないと赤足りないんだろうな、多分。1,2,3,4,5,6,7,8 赤の数自体は8個あるから、この9とこの9を水に入れちゃえばこいつらも解放されるはずなんだけど、これ落ちるんだっけ。緑は落ちた。なんでん、これどういうこと。どういうこと？これがなんで落ちないんだ？緑と赤が揃ったから、このバリアは解放された。なので、こいつは落下する。こいつが落下しなかったのはこいつのバリアが生きてたからってこと。こいつが死んだ時点でこいつのバリアが復活したので、これは生きてたよねっていうこと。どっちにせよ緑を1個持ってけばこいつは沈むわけだが、くっつくなくっつくな。だよね。こうするとこれは解放されるので、自分が左から右に行きたければ、緑色、ここが全部緑色のルートになってると、私はここを通れる。123、あ、これを押し込めないな。なるほど。緑を押し込みたければ上に赤がないといけないってことになってるな。これいける？よくわかんなくなってきた。数的にはどうなの？足りるんか。で、緑全部引けたんで、こうやってこれで、で、これくっつけることできて、で、赤いくつある？これでここいけるんじゃないの？数足りないか。1足りない。違う、2か。そうだよね。
1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、あれ、あと1個でいいはず。違うか、一旦ここに、違うな、こういう形状になるはずだから10あればいいんだよね。で、今9だから、やっぱ1足りないでいいんだ。緑色を1個取らないといけないが、これを取るためには、ここに赤があって、これとこれが同時に引っこ抜けるような状況じゃないといけないらしい。だよね。これだけは取れないもんね。うわー、そうなる。そら無理だわ。ここにあるこの緑だけを、なるほどね。本当にどれか1個でもいいんだよね。どれか1個でもいいから持ってこれればいいんだから。これ動けない。これは動かない。そうだね。自分が赤2つにして、これ動かしたければ、あ、ダメだ。ここの部分で私の頭がぶつかるからダメなんだ。どうせ持っていけないんだ。最終形どうすればいいんだろう。いや、最終形というか、パーツが足りないよね、つってね。これが生きてれば、全然、いや、でもこれはきついか。赤9はきつい。こいつが生きてれば、こいつを尻尾にくっつけてクリアができるんだよな。これは生きててほしい。これはいなくなってほしい。できるかな、それって。下に押せない。このまま持っていくと二つとも落ちずに持っていけるんだよね。二つの位置関係が変わんないもんな、でも。こうやっちゃうとどうなっちゃうの？それぞれ互い違いの色を、こうやって入れていくってことになるのか。でも空いてる部分はダメなので、これ1個ずつ入れないとダメなんだ。え、これでも上の段押せないから、下の段のあの緑を1個ずつ押すってこと。やべ、こう押して、これって次のターンで何もないっていうのは無理だから、なんかペアを入れないといけないんだよな。足りなくないか。じゃあ緑と赤を入れないといけないよねとか言ってて、次赤1個でしょ。足りない？で、次緑。足りる？あれ、いけそうか、これ。なんかできたよと。なんかできたよと。しかし、ここから何をする？パーツ的には十分足りているので、下に赤6個欲しかった。だから、10だよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だから、下に赤1個持ってくるはできなかったかな。どっかの位置で赤とあれ入れ替えができるんだったら、
いいかもだけど、あったっけそんな場所。あ、ここだ。ここで赤が下だったら、こうなって、赤が6個くっついて、最後これくっついて、で、できた。できた。ん？なぜ、なぜわざわざマイナス1として個別にしてたんだろう。なんか普通に解けましたね。67が前回解けなかったやつで、67が解けないと、ここは入れないのではないか。いけるやん。68見ちゃおう。Do you love Picross? スタッフロールある。なんじゃいこれ。ゴール左、全部緑。何を指したいステージこれ。47753、線の上に白いラインの上に白い文字があるから見えないよ。拡大縮小できないしね。1234567。青1はつまり通過できないルートってことね。なんでその子は壁にしなかったんだ。最初にできることは何？自分は緑なので、ここはこうやって通れるよねと。ゴールするためには緑を全部取ればよい。なんじゃこれ。赤一。赤一。これ通れないっしょ。ピクロスって言ってるから、なんかピクロス的なことやらせたいっていうか、やりたいんだけど、ステージのデザインがまだちんぷんかんぷんなもんで、これをなんか持ってきて、それに該当する形がそこにできてたら、できてたら何？あ、僕は
緑色はとにかく集めたいわけなんだから、これを左にどけたいとか、これをこうやって押してきたいとか、で、それをやってるとこれがくっついてくる。これもこう下に押してこうやって通りたかったんだけど、これがあるせいでここ通れないってことになってんだよね。赤色じゃ全部ここに持ってくるのがまずやるべきことなんだろうな。だけど赤色を持ってきちゃうと、その、指定したこの数じゃないと、多分こういうことなんだよね。指定した数じゃないと、これをここの数に合うように置いといてってことなんですが、ここ上の盤面の移動ができないでしょ。こいつらの制限があるせいで。最初に2を入れるから、全部長さ2の物体、端から順番にやってけばいいのかな？やってけばいいのかな？なんかこの特別なトリックはないように思えてきたな。こうすると、ここに2個ないといけないんだよね。赤色が2個ないといけない。で、ここは赤色1個。これまずピクロスを考えるところから始めるべきではないのか。ちょっと盤面がわからんので、一旦なんかやります。少々お待ちを。はい、概念としてはこういうもんで、2455524777531で合計27かな。27個ありますもんね。20252627 27 27で、これをやればよい。7はもう、7だから、ってなるでしょ？で、555だから、この辺が全部埋まる。そうすると3だから、これは終わり。2も終わり。4はこことここ、終わり終わり。で、4だから、無理じゃん。あ？なんとなく対象形だもんね。1はここに入る。違う。5はここに入る。あー、なんかそれっぽい形できたわ。ピクロスって言ってるけど別に、4が、合計4ということしか言ってないんだよな。確かにこういう形はできるけど、ちょっと待てよ。でも、別の形も作れるよな、多分。確定は2だから、ここはもう入んない。そうすると5が入る。で、こっから先って、確定は特にないくない？だ、この4ってさっきここだったけど、ここじゃなかったとしたら、ここがなかったら、ここがこうなるじゃん。こうなるじゃん。で、4555だから、これとこれとこれとこれをどこでもいいから入れればいいってことになっちゃうよね。これでも別に満たされてはいるだろう。そこは、もうこのゲーム上で可能なものであれば良いっていうこと？ハートがそれっぽかったぐらいのことしか、論理的には、論理的じゃないよな。なんか感情的にはカートにしたいんじゃないのかなって思うけど、まあでもそもそもあれだよね。これ、ブロックを2つ以上持ってくると、
運べないよっていうルールが縛りがあるから、どうやって組むのかっていうのは逆にわかんないよね。で、これが全部満たされると、どうなるの？ここが通行可能になるから、これを全部くっつけてこうやって出てきて、これを全部くっつけてこうやってきて、これくっつけるのどうやんの？最初にこれくっつけないといけないのか、一人で。これくっつけて、これくっつけて、こう来て、こう来て、くっつけて、こう回ってきて、これ取って、これ取って、ゴールみたいなことができるってことか。かもしれない。まあ、あれだよね。あとは、じゃあ、このゲーム上で、ゲーム内ルールで、可能な手を考えねばならぬ。一だもん、まずここ。一ってあれだよね。一個ないと動かないんだよね、多分ね。あ、何もなくても動くんだっけ。そうすると、一番下に一欲しいってことになるよね。これ取ると終わり。ハート型で、ちょっと一旦ハート型で頑張ってみようか。ハート型で頑張るとすると、初手が違う。もうハートの形にしちゃってからだと、こいつらは移動できなくなるから、2の時に、2がこう移動。4、ああ、これどうやればいいんだろう。どうやったらこの形を全部満たしてここに持ってこれるのかな。最終形はハートだよ。でも、途中の状況はめちゃくちゃ難しくない？なんか。いかようにでもこう変容して、みんなが満たすような形を作んないといけなくなっちゃってるよな。最初から入れに行くのは多分めちゃくちゃしんどいので、どうやればいいんだろうな。最初から置いちゃうと横移動とかができなくなって、置いてから移動だと、移動の数字と同じものが置かれてないとそもそも移動ができなくなるんだよね。それを縦と横と両方に気をつけながら組み立てないといけないの？やらせたいことは分かったけど、めんどくさいからやりたくねえなっていう気持ちが強い。こんなもん、あのゴールが見えないもん。なんかロジカルに考えてわかるものなのかどうかがあやふやだよな。そういうのあんまりやりたくない。やらないと、やらないといけないのはなぜだっけ？やらないといけないんだっけ？ちょっと待って、やらないといけない理由あったっけ？よくわかんなくなっちゃった。ステージのことよくわかんなくなっちゃった。どかすことができる。あ、ここ通れなくなるのか。ああ、そういうことね。もう最初にここ行くんだよね。最初こうで、で、こうして、これをしたときにこれはもう下に置いてないといけない。こいつは下にないといけない。同様に、こいつも動いてないといけない。この子だけはこっち。ああ、そうすると、これを一個置いとかないとここ通れなくなってて、で、この子もこっち。
そうするとここに2個ないといけなくなってて、でもそのぐらいだったらまだいける。で、緑の子が、こうなって、これなんだ。あ、これ？なるほど。で、最初からやっぱりこれ置いとかないといけない。なるほど。なるほど。これも同じか。これを押しとかないといけないということは、つまりここの、この赤色が満たされてないといけないから、やっぱり解く必要はあるよねというのが、ここのステージのやりたいことでした。でしたでもう終わり。終わる気満々なんだけど。まあでもあれだよね、端っこから順番に行くしかないよね。この2とこの1を作る。しんどいのはどこ？ 7?7 がしんどいのかな。7個置いといて、どう考えればいいんだ？1,3,5,7,7,4 だから、1個置いてて1行く。3のラインがあって3持ってく。あれ？そんなに難しくない？そんなに難しくない？いやー、1、1って置いた時点で、この1を下に下ろすところはまあやってよい。これはいい。で、この2が、ここまで来るのをやろうとしたら、ここに2が置かれてるよねっていう状態じゃないといけないんだけど、ここの2がある、いや、関係ないか。こいつの対応する2は、1,2,3,4 が、ここに、ハートの、ここだから、こうなってると、こいつはここで満たされる。で、次、これ3を持ってかないといけないから、ここが入るよりも、ここが入ってた方が嬉しいんじゃないのかな。難しい、重たいやつをどのタイミングで持っていくかなんだよな、多分な。222ができれば、この2をこっちに持ってくることができて。で、これを持ってきてから、こう1個入れれば、33だから、これを下に下ろせる。まあでも、このやり方ってあれだよね。ハートじゃなくても、なんか融通は効きそうだよね。こうすると、これ最終的にここに2個欲しいから、待って。ここに2個ないといけないんですよね。これできるか？結局最初に思った、このゲーム上のルールを満たすのがむずいよねって話。だよね、これ。これ3だから、下手に積むと3が今度動かなくなるのよ。2を持ってきたから、ここは3にしていいけど。3、3。
ここの3を本当は持ってきたけど、今ここ通れなくなっちゃったんで、私。ここ通るために、これ2個置いちゃうと、この3が動かなくなるから、ここに2個置けば、3に干渉せずに持ってけばするけど、こうするとこう来れるから、こう。あ、これ落としてもいいのか。あ、これ落としてもいいんじゃないの、別に。あ、ダメ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 。ここが通れなくなる。で、次5。5とかいう重たいやつはもう先にここに置いといて、で、ここに2個持ってくるのをやりたいんちゃう？この2をこっちに持ってきて、5とか7とかっていうめちゃくちゃ重たいやつが揃ってきてるな。下の2を、いやーダメだろう。適切な場所に入れないとまずいやな、これ。ここと、これを取っちゃうと、ここの2が通れなくなるのよ、私は。ぐるっと回ってくると、尻尾が1、2、3、4。尻尾が4個増えるけど、こっちのラインに戻ってくることはできるから、この2を押して、あ、ダメだ。いやー、ダメではないんじゃない。尻尾がくっつくタイミングってなんか、2-2でいいんなら。あ、ダメだ。そっか、ここをもう動かせなくなるのか。あ、そうだそうだそうだ。やれいいんだ。1で1が、あ、ここじゃない。1、ここ。これはコイン来る。別に2を入れるか、3を入れるかする。3を持ってくるんであれば、ここに3個置いときたい。もしくは2を持っていくのであれば、2個ずつ置いときたい。2個で、こう持ってこれて、で、3を持ってきたいなら、そこに真ん中に1個入れて、こう3が持ってこれる。まあ、常にあれだね。こっちかこっちかを選択しながら。あれ？ああ、そうだ。そうだよね。持っていけるんだもんね。下からと右からと順番に組んでいかないといけない。この2は先に押してしまってもいい。いや、でかい数字がとにかくわからん。でかい数字に対して、どのタイミングでどういう配置しとけば、スルッとすり抜けるかが、全然検討できてない。そうじゃん。これを2を置くなら、ここに2がないといけないんだったよね。2があるべき場所は、ここと、ここ。そうすると、2は置けた。で、1を下に持ってくることができる。で、1を1個置けば、次がいけるけど、次は4だから、1のところに4個積んでこれを持ってく。上下上下上下でやってってうまくいくのかな。一つも確信がないんだけど。ここに4個積む。
こうするとこの4が入る。ここを。そうすると、ここに4を組まないといけなくなっちゃったのね。で、ここの4は、本来はここなんだけど、それを組んじゃうと、この3を満たす別の奴らがいないとおかしくなる。この辺からもう先読みができないでしょう。4がないといけないので4を入れる。そしてその4はもう1固定っぽい。ここに入れないといけないんだってさ。はあ、どうやろう。スライドできるから。ああ、まあ、この辺にあればいいのか。別に、ここに出さなくても、こことここで、残り個数をやりくりできるようになってはいるのか。で、こうなる。そうすると、今度3を持ってくることになるので、ここが3を満たすように。そうだよな。そんなに難しいゲームじゃないはずだもんな。これは、そんなにめちゃくちゃに難しいことは要求しないんですよ。このぐらい、なんかこう、雑というか、こう、融通の効くような動きまで可能なはずだから。これで、3だからこの3を下に持ってくることができる。本当はこうなんだね。まあでもここは3個入れれば、あれ?大丈夫?で、次、5。か ?5 か5。どっちでもいい。ここに入れるんだったら、こう。ああ、これは取り出せなくなっちゃった。3が入ってないからだ。3を入れたいんだったらこれを入れることになるのよ。入ったよと。で、5を行くためには、これをここまで持ってくるので、この辺に5のパーツが欲しいよと。だから、ここに5。これで、5、ああ、ここもだ。またこれ端っこになっちゃうじゃん。でもここは、もともと目的だった5を置いといてもいいのかもしれない。次こっちの5もあるけど、まあ今はいいや。これの5が持ってこれるし、この5も持ってこれるけど、まだ早いと思うな。この5を持ってくるなら、これをここに置いててもよかったんじゃないのか。今後は577だから数が増える分には別にいいんですよ。だからここの5は用意してても別にいいやつだったかも。ここに入れとく。そうするとこっちの5も持ってこれるし、確定で良い。この5も持ってこれるっちゃ持ってこれるようになるけど、そろそろ怖い?わからん。わからん。77が、77トットと入れちゃいたいけど、77入ると、
7マックスで、もう分からん。分からん。次の5も入れてしまおうか。そうなると、この5が怖いよな。この5はここだから、ここに1個置ければいいんだよね。こっちの5を持ってきてから、ここに1個置いて、で、こうするとこの5は運べる。で、次に7。7と7来るね。で、4。4は最後の蓋だから、まあまあまあなんだけど、7行くか、こっちは4と2でしょ？まあ、4に、もう横のライン終わらしちゃえば、あとは縦だけだから、ここ4を作って4を持ってく方が良さそうか？そうすると、7は無理だな、ここで。もう足りないね。7先に持ってくるべきだったのか、やっぱり重たいやつは、でも7を持ってくってなると、ここまで確定なわけでしょ？これって、ここまで確定しちゃってたわけでしょ。そうすると、空きが4個なのよね。だけど、ここも入ってるから、自由に動かせるのは、あ、ダメだ。7でここ通れないんだ。やっぱり、思った通りのこれ、思った通りの積み方をしたよな。重たいやつどうしようって話だよ。こういう問題を後回しにするのはダメだったんだな。7、7、7がすでに必要じゃん。あ、でもちょっと待って。7、いやー、欲しいんだよな。1、2、3、一旦ここを通過すれば7は持ってってもらってもいい。一旦ここを通過してここに置いた1がちょっと響いてくる可能性はある。一旦、あー、そっか、ここで、で1段下げ、何してんの？1段下げて、やべえ、ここ7が完成しないと。やべえ。7ができてて、次に7を仕込んで、これでこの7は、この2つ、ダメ。か。1、2、3、4、5、6。ダメだ、やっぱこいつがやばい。こいつがやばいことした。ああ、ここまで戻ろう。こいつを入れるところまで戻って、で、7、7を入れて、またいけるかわかんないな。7、7、7、これもダメだったらさらに戻して7を先に埋めるのを優先順位こうでやらない。いや今5じゃん。どこまで戻してんだから、まず5が下まで来て、で5のここを入れないとここより下はいけなくなるんだけど、それよりも7を完成させ、でもな、もうここで5と7と7完成させないと下の段いけなくなっちゃってるんだけど、私下の段は下の段でまた4がないといけないんだよな、ここに。積んでる気がするだけどどこで積んだかわからん。7、7でしょ、これで。これ、ここまで持って
ってこれる、同様にこの7もこう持ってこれるが、がよ。この775を完成させないと自分は下に行けなくなっている。775を完成させるってことはつまり、もう数足りない。もうね、もうこの4無理だよね。一旦作っちゃったものを崩すべきなのかな。いきなり完成形に持ってくるのではなく、この4が先にこっちに入っていれば勝ててはいる勝負ではあったんだよな。77を積んでくる前に4をここに入れとくべきだったのかという話になるってこと？577が入る前に4をこっちに持ってきておく。4を持ってきておく。で、ここからまず5を入れないといけないから、今いけるね。今5いけて、いけない、なんでや。そうだ、ああここでもう4必要になるんじゃん。やばいかもしれない。ここでこうね、4を使っちゃうと、7は作れなくなってませんかね。1,2,3,4,5、これ2個必要なんだけど、この4がもう取れん。終わりましたね。終わりましたね。1,2,3,4,5,6。いきなり完成形じゃなくて、やっぱ7で、ここにあるブロックをこう下に下げることができるから、みたいなことを使うべきなんだわ。きつ。勝手にきつくしてるだけなのか、これ。もっと何も考えなければできるのかな。2を左に、2を持ってく。2をここに置いとかないといけない。やめよっかな。やめよっかな、これは。まあ今言ったことができれば解けるでしょっていうのがもう分かってるから、もういいんじゃないかな。あとはやりたい人がやればいいんじゃないかな。まあでもこれが解けなかったら、あとはあれなんですよ。前回解けなかったあのステージをやるだけだから。ね。さあ。この2は動かせん。3が満たせてないとこの2ごと押していくことになるんだよな。3はここでやればいいから、
これで3はいけるので、3を下に持っていくところができる。けど、下に3がないと、下の段にはいけなくなっているよと。ここに3を作る必要が出てきている。5も先に持っていけるけど、さっきの話どうだった ?77 を先に持ってってうまくいくんだっけ ?77 を持ってった時に、余ってるのが4個しかないはずなんだよな。これがわからん。これがわからないんだよね。こいつらを全部組み立てちゃうと、77のパーツは足りなくなるはずで、これ出してた方がいいのかな?ああ、何これ。どこだこれ。うん。これこれ。このハートの形。ほんと ?77 を優先的に持っていくをやる。やってみる。ためには、まず5が必要なので、5を1段ずつでもいいっていうか、まあ、いっか。その、引っ張っていくっていうのがあるから別に、これいらないな。常に入っているマスに対して横に必要だから、ここは別にいらないのよ。5も入る。下がどんどん厳しくなってきたね。1、3、5を全く作っていないと。いう状況で。7と7が来た。1、2、3、4、5。ちょっと1の準備をすると、こうなるよね。で、こうなるよね。5が入んないと先に行けない。ちょっと待ってよ。でも5のパーツ、うん、でも7と7が入ってて、しまうと、ここのラインはもう動かすことができなくなっちゃうんだよね。うん、わかんなくなった。で、77を持ってきたいので、66をここに置いときたい。4、5、5、5。だから、4をここに持ってくる。とりあえず、3、2、1、2。ここに3置いといて、
1個スライドして2にしてを繰り返す。で、5はさらにもう1個必要になる。やべえ、そういうことするべきではない。一歩ずつ行った方がいいかな。ここ4じゃないといけないから、壁際に来た時は怪しいな。行けるかな。つうか、この7がもう動けなくない？積んでる。いや、積んではない。こいつらを右に持ってけば、ここは満たされるんじゃないのか。上でガチャガチャやらずに、もうこれはこう来るんだから、3あれば5、5、5、5が入るかな。これを1個持ってってもいいね。これこれでいい。そうすると1、2、3、4、5、変わんないか。5で、ここの5を通れれば5、5、5、5だから5のエリアはここ突破できる。ここまで来れる。で、この5も入り口のここが満たせればいけるから、これを毎回やんないといけないのか。もう一個隣もだから、それでこっちの方も入る。あ、違う、何してんの。こう来る。で、もう一個5があるので、これはまた同じだね。3、2、1。これでいいのかな。で、そうするとこの4もいけそうな感じはしていて、これを動かさないといけないな。っていうか、やばい、ここに物を持ってけなくなってる。この5がアクティブになっちゃったので、これ以上ここのラインに赤色入れられなくなっちゃったな。ダメだった。
この方を入れてるときにこっち側に1個ないといけないのかな。でも2個なくなるとここの5は入れに行けなくなってないか。そうでもない。いや、ここのが5を突破できないからダメだよね。もうダメか。上から4が来る。ここに2つないといけない。しくってるな。しまったね。そうなんですよね。かといってこれをなんか可能かな。555を入れたいときに、ここに2個入れとかないといけないときに、2個なくなってこの5を入れられないから、でも7が先に来てたから、今こういう置き方になって、7が先にないと、この池の上を赤い石を運んでもらうような動き方ができてれば、ここに物を持ってくることができてたかなって感じだけど、まあどっちにせよここに石を使うとこの方が入らないよねっていう問題は解決しない。その場合であっても7を先に入れないとっていうのはさっきやってたパターンになった。やめます。これは、僕はやんなくていいや。で、じゃあ、まあ、前回解けなかったあいつだよねってことになっちゃうな。あいつは、すごい、ちゃんとパズルだから、やりたいやね。まあ、最後のあのステージは、誰か答えをあげてるでしょう。YouTube かなんかで。それを見て保管しましょう。この67だけトライして終わりかな。うん。あば、マジか。戻んないといけないから、こう。完全クリアするタイプの結局だもんな。ここは結局何ができますかが分かんなくなったんだよな。実質最終ステージなんですよ、ここ。だから今までで一番難しい問題が出てきてて、で確かに長さ6の次のステップが見えなかったのは確かにその通り、どこもできなかったので、右下の
青の1をどっかで仲間にしてあげたいんだろうなという感じではあるが、ここに最初に入っちゃってる青を上に持ち上げることができると、なんか多少できそうな感じはするけどね。そんなこともないか。このステージは青々で作る以外の選択が本当に不可能なのかっていうのがまず疑問だしっていうところだよね。この青々の時点で詰みなのかどうか。青々をやると右下の位置は使えないよね。ど真ん中の緑色の位置を使うことになるんだろうねってなって、ど真ん中のあの位置を使いたければ、長さが6になった時にここを抜けてこっちに来てこうやれば、まあ、こういけるんですけど、長さ6になった時にここの緑色のバリアを通過することができなくなってるんですよね。で、緑色をここに取らずに置いといて先に青色を取ってくる。長さ4でこういけるから、先に青色取るんじゃいってやると、緑色ここにはめて青青赤赤で下に来て、青くっつけて上出てきて、で緑を緑をこいつくっつけたいってなると、緑がここにあって、緑がここにあって、こうやって戻ってきちゃうと長さが足りないんだよね。長さ5だからこれくっつけられん。緑取っちゃうと、緑を取るために尻尾が左に向いてます。その状態で緑色をこのラインに入れたまんま、こいつに尻尾をつけることができるかどうかですけど、それができないんだよな。緑がこっちに入ってると、こう来て長さが4だったら緑をしくっつけることができるが、長さ5でしょ、そしたら長さ5ではここ入れないよねと。で、こっから抜けちゃうと、やっぱこの緑ガードが発動するからダメ。どちらにせよなんだよね。この緑を最初に取ろうが取る前が、ここにはやっぱりいけないよねっていうのが今の形でわかる。で、青2個取るならここもいけないよねっていうのもわかる。これが取れないならこれを取るしかないのもわかる。で、これを取りたければ緑色が、違う。この緑を取って、こっち切って、こっちからこれくっつけるだ。ああ、だからいいんだ。緑をここに置いといて、4人で入ればいい四つをやればよかったんだ。やってなかったのか。そっか。緑色をくっつけに行っちゃってたのかな。だから、青々、赤々でよくて、ここは。で、
うん。緑入れるやつやる。中入る。青くっつける。出てくる。何してるの？何してくれたの？マジ？緑くっつける。抜け出す。こっちから緑くっつける。こっち行く。こうする。できた。オッケー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 。よし。では。では終わり。68だけちょっとどうしようかな。なんか探してみますよ。動画を。ちょっと待ってね。残念ながら動画が見つかりませんでした。YouTube にあった動画は古いバージョンだったんで、このステージは載ってなかった。Twitch はなかった。Twitter 見たけど、該当のものをやってる人はいなかった。ということで残念ながら、このステージは、まあ、解けずという感じですが、まあ、ここ以外は全部クリアしたよという感じで、終わろうかなと思います。誰か解けたら動画アップしてください。なんか騙しがあるわけではないと思うんだよね。ちゃんとやらせようとはしてると思うんだよね。そのピクロス、アッシュのようなことは。問題は、それぞれの数字を持っていく順番と、ハート型以外があり得るのかっていうのもあるけど、ここに穴が開いちゃってるから、一番上のこの4が、やっぱここっていう風に分断するしかないのかなっていう感じなんだよね。この上に浮かせるっていう方法もあるにはあるけど、4が正しく満たされるとここは落下してしまうので、ちょっと違うのかなって感じがします。まあ今回ひらめかなかっただけで、この横の段と縦の段をどの順番でどういうふうに持っていくかというのが何か1位に定まる綺麗な手があるはずですね。それを誰か探してみてください。ということで、これは課題とします。まあまあ、はい。68以外全部クリアで4位のかな？実績は、そうだね。うん。68をあとクリアしようねっていうやつだけ残しちゃってます。これ全実績どんな感じなんだろう。ああ、でも 17% できてるね。でもこれはあれか、バージョンアップ前だったら、もっと簡単だったってことなんだもんね。現在のバージョンでこれをやってる人がどのくらいいるのかは定かではないが、スレッドとかもね、あんまりこう活発ではない感じがしますね。あんまり目立ったゲームではないから、ないかなーって感じかな。ということで、サーペントフュージョンというゲームでした。面白かったですね。なんかこう、あらはあるよ。いくらでもあらはあるけど、当時でやりがいはあるパズルゲームだと思った。これクリックで入れるんだ。あれ？じゃああれか？ 68 とかもわざわざ足を伸ばさなくてもプレイできたのかな？ここに来てクリックできることを知る。クリックできるなんて書いてあったかな？よくわからん。
ここで68がクリックできないや。それはそこまでいかないとダメなの。めんどくせえな。はい。うん。まあまあまあ。途中途中の感想は各ステージで言ってきたかなっていう感じかな。この、思いっきり詰まることはあったけど、難しいパズルゲームではないんだよね。その、考えに考えて、あ、そんな方法が、みたいなのを見つけるステージはあまり多くなくて、単純に自分が見落としてたとか、ものすごい単純なことを複雑に考えすぎているとか、なんかその類が多かったかな。普通にパズルとして難しかったのはやっぱりラスト5問かな。あの、ここの小島にあったやつらですよね。ここは歯応えがあって、どれも面白かったね。特に、やっぱあれか、色付きのこのビームの制限があるところが難しいですよね。それが複数ある場合に、どういう蛇の形を持って、そこに入り込めばいいのかとか、っていうのを考えないといけないから、そこが一番パズル的でしたね。それ以外の部分は、まあ、普通。普通かな。いやー、68解きたいけどね。解きたいけど。まあ、いっか。まあ、いっか。では、終わります。お疲れ様でした。だから、これいくらだろう。多分、そんなに高いゲームではなかった気がする。あ、無料だ。無料だ。みんなやってください。68を解いてください。無料だから。では。